ルドルフ・ニールセンは、デンマークの作曲家、バイオリン奏者、指揮者、ピアニスト。今日では20世紀初頭における、デンマークの重要な作曲家の一人とされている。ニールセンは、デンマークの北トビードの生まれで、音楽家の家系でもないにもかかわらず幼少の頃より、音楽に熱中した。数年間のバイオリンのレッスンを受けて、8歳の時に、 地方の祭りや催しで演奏を行った。重大なカバに、ニール・センは、コッペンハーゲンに転居したことにより一層、音楽の世界へと傾倒していった。19歳の時、ニール・センは、コンテストの成績によって、デンマーク王立音楽学院への奨学金を得た。そこでニール・センは、バイオリン、ピアノ、音楽理論などを習った。作曲の才能に関しては、 天性のものと思われる。20歳頃からニールセンは作曲をし始め、同じ頃にティボリーオーケストラにバイオリン奏者として雇われた。1899年にニールセンのいくつかの作品が発表され、最初の成功は公共誌、ラグナーロドブロックで、それによりニールセンの奨学金が増資され音楽のと、ライプツヒ,ヒにて過ごすこととなった。 そこにおいてニール・センはいくつかの弦楽四重奏曲を作曲し出版した。その後、コペンハーゲンに戻りティボリー・オーケストラの作曲家となった。1902年、ニール・センは最初の公共曲を1903年から1905年にかけて音歌、三脈よりを作曲した。1907年に結婚し、 その後1907年から1909年にかけて、公共曲第2番を1908年にニールセンは、バイオリンのためのロマンスを作曲した。他の芸術家同様、第一次世界大戦に多大な衝撃を受け、その頃、公共曲第3番を書きかけだったにもかかわらず、1914年以降は一切ペンを取らなかった。 戦後数年間は家庭音楽教師となり、その後作曲活動に復帰した。その頃の主要作品としては、バレエ、楽しみなどが挙げられる。1926年から1939年までの間は、デンマーク国営ラジオに勤め、その頃から作曲はほとんどしなくなった。1939年10月16日、コッペンハーゲンにて死去した。 六十三歳ボーツバーグラス A L L M U S I C c o m バイオグラフィーオブニールセン二千十二年七月十五日閲覧ありがとうございます。